おびちゅ、トイレでしょ、まずは。行ってきなさい。ビスケ君、君が昨日お布団におしっこしちゃったから。ちなみにビスケ君はパパの座椅子でもおしっこしたそうで、たまに失敗するよね。その失敗するのがなかなかの大打撃を与えるのね。確かにすごいおびちゅの匂いです。よし、お散歩の準備しよっか。まず座椅子はもうしゃあない。おい、またうわぁ、お兄ちゃんが先やけね。おびちゅ待ってね、うん、お兄ちゃんが先。お兄ちゃんだよ。はい、さあさあさあ、ほんとだよ。はい、順番でしょうか。おびちゃん、やっぱ朝はこっちなの。あったかそうにしと。ルンルンやな。サクトビスケのバナナもあるってよ、朝。ダメよ、サク。あ、じゃダメよ。隙間から入ろうとしよう。オビチは通れんね。サクがこっちよ。オビチこっちよ。オビチこっちこっち。そう。はい、開けよ。めっちゃ見える。違う違う、これまずビスケ、次ビスケ、ビスケ、終わり終わり。美味しかったね。おびちゅ幼稚園2週間ぶりやな。ゴールデンちゃんと遊んでた。はい、というわけでおびちゅは幼稚園に行ったので、さやちゃんホームセンター行くぞ。あくちゃんも一緒にお買い物できるホームセンターやから、全店がそうなってほしいね。あれや、あ、違うわ。座椅子あるよ、座椅子買わんね。さやちゃん、お利口さんにもあった。ハッピースライスパラダイス、ハッピープライスパラダイスのやつ。あ、じゃあお布団買えんかったわ。シングルしかなかったのよね。シングルしかなかった。ちょっとね、シングルサイズの毛布は争いがね、取り合いが起こっていつもパパが負けてパパは凍える。というわけでちょっとおびちゅ迎え行くときにね、お値段以上の方に行こうね。サク、おびちゅ行っておけね。おびちゅが幼稚園行った間は平和やね。サク、伸び伸び寝れるね。よし、さちゃん、おびちゅ迎え行くよ。今日ちょっと早めやね。いつもより30分1時間早いね。その分ちょっとお布団買いに行こう。おいちゃん行くよ。行くよ、帰るよ。お兄ちゃんと再会できるよ。めっちゃ偏ったんやけど。重い。久々な気がするか、先時期。さっちゃん。あ、おりこさん。すごいな、キューピッチャー。久々来たな、先時期。そうやね。涼しくてめっちゃ歩きやすいね。素晴らしい。よし、はい、2人とも帰るよ。帰ってのんびりしようぜ。やびちょ、ただ今足のケアをね。もうご飯の時間かね。みなくちゃん、
ご飯の時間が近づくと隣にやってきてじっと見つめてくる。まだですよ、ちょっと早いですよ。匂いが気になるみたいね。歩かずに進みよるね。あ、一緒に行かいか。あらこれでどうかね、音。